はいどうもスペースサクです。今日流した動画もうこれ明日になってるのかもしれないですけど、なかなか見応えのある、博物館だったので、もう編集もまあ楽しかったんですけど、めちゃくちゃ時間かかりました。なので、あの前回の動画でお伝えした通り、ワンフェスに行くことになって、サックの気になる部分っていうので、あの動画撮ろうと思ってたんですけど、なかなかそっちに移せなくて、今駆け足でやっていくことになりました。はい、なので、寝不足ですが、駆け足でやっていきます。事前にねこういったものを教えていただいたんで、用意してこれにちょっとチェックしながらやっていこうと思います。まずこっちの方は見るかな、企業ブースっていうことなので、まあこっちはもう怒られるけど適当に行きますわ。なので今回は取り上げません。はい、時間もそんなに俺見れないんで、ちょっと全部結構わかんないですけど、まず策が気になってるのは、どれぐらいでしょうかな。1点、僕がちょっと気になるっていう、まず1つ目、マッツクさんっていう方の、こちらです。ガレージキットですね。これは何かって言ったら、これ何だっけなんだろう。多分だけど、サンライズ系のはずなんですよ。こっちが、この男性と女性のやつが、これ何やったっけ出てこい。ちょっと待ってください。思い出しました。イデオンさ、イデオンのこのキャラクターですね。僕、住んでたところが、京都で、これ、テレビ大阪か、サンテレビで映んなかったんで、そこまで知らないんですけど、なかなかの出来でこれ気になるなと思って、ちょっと見に来たいなっていうので、まずこちらをちょっと紹介したかったので紹介します。番号的にワンフェス6の0301だそうです。はい、一つ言うのを忘れてて、このキャシャマンのこの敵キャラ、これも販売されてるとのことです。ブライキングボス&スワニー、最初これは全てやはり組み立て未塗装キットとなりますね。この組み立てのやつやったらめちゃくちゃ高くなるからしゃあないですね。ってことで、次行きます。ガレージキットばっかりで、あれなんですけど、普段行かないところちょっとチェックしたいなって、例えばソフビに関しては、ソフコンとかワンコンとかでも来ていただけるような方は、もちろん注目はしてるし、見に行くことは見に行くんですけど、今回ワンフェスという形で、普段見れないところを見たいっていうので、ちょっとピックアップしてます。次は、4-22-14 の方ですね。ガレージキットでこういったもので、ちょっと多分これもう時間ないから画像もこのままでいくと思います。はい、こういったものが彩色された完成品として展示されているので、参考として見れるという形で、なかなか見物じゃないのかなと思って期待しています。はい、次ちょっとこれどこのブースかちょっとよくわかんないんですけど、書いてくれたらへんのちょっと調べなきゃいけないんで、また後で個人的に調べますけど、気になる方は調べてみてください。こちらのメーカーさんですね。これが気になってるんですけど、こういった怪獣とか好
好きな方はいいと思うんですけど、僕が好きなそのゲームのこのダークソウルのキャラクター、そしてこのドロドロヘドロというこの漫画のこのキャラクターがソフビとしてラインナップされるという形で、これなかなかすごそうやなっていうので気になってます。はい、じゃあ次行きましょう。次は、順番ちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないですけど、8-04-10ボバンチさんですね。視聴者さんが、ちょっと待ってください。こういうキャラクターのこの、これソフビなんかな、この、なかなか愛嬌ありますよね。これがね、すごく気になって、なんかフェルトでできてるっぽいんですけど、で、まあ、こういったキャラクターのものも販売されてるっていうので、むちゃくちゃ気になってます。で、この方、僕と同じ京都の方っていうので、余計にね、気になって仕方がない。と思って。なんかこれも販売されるのかな、ちょっとわかんないですけど、遊びに来てねって書いてあったんですけど、あ、これも販売されるみたいね。なかなか気になるね。でもまあこれ欲しいね。ちゅうことで、ボバンチさんを行きたいっていうので、ご紹介しました。次行きます。次は 4-12-8 池上金型工業さんのフィギュアラボという感じで、こういうキャラクターのものがあって、で、まあこういうプラモデルなんですかねっていうのがあるみたいなので、ちょっと気になるなと思ってチェックしてます。はい、もし視聴者さんの方で気になるなって思われたら、ぜひ行ってみてください。次、8-2-2こういうカエルのものを作られてるところだったんですよね。ちょっと視聴者さんの方でカエルが好きっていう方もおられたので、ちょっとこういったのも紹介しても面白いんじゃないかなと思って、たまたま見つけたんでちょっと紹介してみました。なかなかリアルで面白いなぁと思ったんですけど、ちょっと販売価格とかは書いてないんで、ちょっとよくわかんないんですけど、もし気になる方おられたら、ぜひ行ってみてください。で、次、8-8-13。これっすわ。マヨネーズの形のもの、ソフビですね。なんかね、なかなかこれ気になるなと思って、マヨラー好きにはたまんないんじゃないかな。販売価格が書いてたらよかったんですけど、ちょっと行ってみないとわかんないですね。なかなかちょっと面白そうやなと思ったんで、もし僕と同じ感性の方で欲しいなと思われたら、ぜひ行ってみてください。次は、5-13-19。5-13-19。これは何や、タイヤか。なんか、めっちゃ可愛くね、これ。
蓋開けたらこんな感じ。で、取り出したらこんな。なんか可愛くね、これ。結構これ、そんなに注目されてなさそうなんで、結構、買いじゃないのかなと思って見てます。はい。はい、じゃあ次。5-4-2 5-4-2 結構テープでかさね。ドラゴンボール好きだったら聞いたことあるヒョウさん、ドラゴンボールの原型もされてる方ですよね。この方前からこのワンフェス出されてるっていうのも知ってたんですけど、これロックマンっすわ。この方はこのロックマンだけじゃなくて、もっと他のも出されてるんですよね。これか。馬娘か。ニホのブルボン。こういったのも出てるんで、もし気になる方は、ぜひ行ってみてください。このロックマンのこの鉄拳なの、これやばくないこれ。これ見に行くだけでもちょっと行った方がいいんじゃないのと思ってるんですけど。あとは、なんかこれ僕キャラクターわかんないですけど、これなんだ、伊吹童子。なんかそういうのもあるみたいなんですよね。で、まあ、さっきの言ってたロックマンも良くて、なんかここのメモリ付きとかも売ってるんですよ。なかなかこのゲームファンとしては、こう、何血は筋肉踊るじゃないけど、いいですよね。これいいなと思ったんですけど、僕が本当に注目して、あ、なんかこういうのも出るみたいですね。なんかジムの人、僕はあんまこれ分かんないから何とも言えないんですけど、他にもなんか馬娘のものも出るみたいです。で、僕が大注目してるもの、これあんま言いたくないな、これ切れたらこれまずいよな。僕が暗いね、ほんまに欲しい、これ僕行くからちょっと誰かカーテン買ってくれんかな、もうぐらいやばいの。マックライオン、これわかります？これね、ハローマックのキャラクターなんですよ。これ絶対欲しいんだけどね。今回僕一番これ狙ってるのはこれっすわ。これやばいねんけどね。これ欲しいな。で、次。これは企業ブースなのかな？マジンガー Z の兜浩二の高出力銃。1/1のレジンキャスト。これやばいよね、これ。これはやばいよ。これ欲しいな。これ、企業ブースなのかな？僕わかんないですけど。こういうのもあります。はい。で、まあ、ちょっとここはやりたいなっていうのが、ちょっと待ってください。このボトムズの、5-10-20ですね。こういったものに、乾燥できる改造パーツセット。
ベルゼル、ベルゼルか DT とかね。それが、5の10の5の10の20にいてはって販売されてるので、ぜひ行ってみてください。で、もちろん、こちらも紹介しなきゃいけない、次郎もけさん、4の25の08、4の25の、どこだ？あれ？ 4 の25の8。ここは、次郎もけさんっていって、まあ館長さんだけじゃないんですけど、館長さんもここで販売されているので、例えばこれのこの009、これの彩色してないバージョンとして販売されてますね。この火の鳥なんてこれ最高じゃないですか。こういった新しい漫画の方も館長さんされてたりしますね。で、これが欲しくてね、僕百鬼丸は持ってるんですけど、もうドロロ持ってないんで、これ合わせたいんですよね。これに関しては塗装済みの完成品として販売されてます。はい。で、また患者さんが作ってたこの、これなんてやつだったっけ？クラッシュホーンっていう、なんか、怪獣ですね。まあ、患者さんだけでなく、こういった他の方々も作られたものも販売されてます。島さんって方ですね。こういったものも販売されてたりしますね。次郎もけさんは結構いろんな方が販売一緒にされてるんで、なかなか面白いですよ。これも彩色バージョンとして販売してます。完成品で7000円、完成品で7000円ってめちゃめちゃ良くない？これ、はい、これすごいなっていうのがおすすめとしてあげてます。もちろんね、レッドシャークさんとかいろんなソフト作家さんの方ももちろん注目はしてますし、行きたいと思ってるんですけど、普段紹介してないものを紹介したいと思ってるので、その辺ちょっと了承していただけたら助かります。あとはちょっと待ってください。6の16の19、大きな光な工房さんです。別にこんなのここ珍しいとこじゃないやんって思われるかもしれないですけど、関西住んでるものからしたらなかなか触れる機会がないので、ちょっとぜひとも見に行きたいなと思ってます。ワンコンもソフコンもこちら出られてないので注目してますね。なんか復刻版で、復刻版っていうか欠品やったやつ何点か販売されるっていう風にツイートされてるんですけど、僕はねずっとバビル2世が欲しくて、でも販売されないようなのでまた気長に待ちます。
とりあえず今回どんなものがあるんかなっていうので気になってるので見に行こうとは思ってます。でスタジオ24さんのこのムックトイさんこの牛乳パックのようなこのキャラクターのものこれの別注のやつがスタジオ24さんからも販売されるというのでちょっとそれも気になってますが、こちらソフトコインだから来られるのでちょっと今回はちょっと見るだけになるかなとは思ってますね。はい、あとはロックの8の9これ133って言ったらいいかな。あ、多いと思う。これですね。このベルセルクのこのソフビに関しては、多分ね、後日また販売されると思ってるんで、ちょっと今回は我慢しようかなと思ってて、僕が欲しいのは、このくるくるドラゴンですね。やっぱブルースリー好きからしたら、これは欲しいよね。っていうので注目してます、はい、そんなもんかな。もうねチェックしきれてないんですよね。もうなんでお前こんなの見てないんだっていう風にお叱り受けるかもしれないですけど、さすがに全ては把握しきれてないですね。でまあ、サクが一体どれ買うかは、まあ、当日行かないと分かんないし売り切れてる可能性もあるんで何とも言えないですけど、まあまあそんなもんかな。普段紹介してないところでって言ったらそんな感じなのかなと思います。ちょっとまた見てみます。あとね6の4の6の4の1ゲゲゲの鬼太郎の販売ですね。これなんか原作カラーとか書いてるってことは、これ彩色バージョンで販売するんですかね。これなかなかいいよね。こういったものもありますね。あれさっき言ったな、これ俺言ってないんじゃない？どこだ？6の17の6の17の9ここいろんなの出したらみたいなんですけど、僕が気になってるのは誰が殺したクックロービンってやつだね。パタリロ玉ねぎさ意識してほしいな。バーバンコなんですわ。この体型これ色っぽいよね。
これ飯時にこれ見てて親にめちゃめちゃブチ切られました。大百科、これやばくない？目玉の親父これ中にいてんだよ。これすごいな。ただその水戸荘三組立てガレージキットとなるのでちょっとって躊躇しちゃうね。にしても何にしてもちょっと見に行ってみたいなっていう気になってますね。次5の3の12、こういったものがキットやから組み立てたんのかな。レジンキャスト組み立てキットってことあるかな。組み立てない組み立ててないかな。よくわかんないな。まあどちらにしろこの完成品っていうのを見てみたいなと思ってます。はい。次7の26の14、ロックマン。これよくね、まさしくゲーム画面から出てきたみたいなこの闘神。この敵キャラとかこの乗り物とかも熱くなるよねこれ。ロックマンフルカラー版5000円ってかな。カラー乗ったやつは5000円なんかな。まあ、とにもかくにもちょっと見に行ってみたいなって感じですね。好きやったら4の11の11、これファイバード、これ見てないからこれあんまりそのそうするものがないですけど、ただかっこいいなっていうのでファイバード好きな方は行ってみてはいかがでしょうか。僕も時間あったら見に行こうかなと思います。なんかね、1の4の4、これ企業ボスですよね、1やから。こういう武器が作られてるんですよ。すごいよねこれ。なかなか見応えがあるね。
カジトーズさんとかもなんか面白いことしてるんですけど、ちょっと今回はあの普段紹介してないやつっていう風に感じしてるんで、すいません。基本そういうこと言ってたら大体がレジンキットになっちゃうのよね。これは何なんやろ。すいませんね、ちょっと無言になっちゃって。うわー、これ彩色版じゃないんやろね。彩色版ってね、熱いよね、これ。とんがり帽子のメモルか。で、最近から、最近のものとして言うなれば、こういう、壇上飯のこのキャラクターとかも販売されてるようですね。こちらは、何だっけ、5の2の5ですわ。フラットブラッドさんです。もう直近やから結構情報として出てきてますね。これもすごいな。もし皆さんも僕ここ行くねんねとかそういうのあっておすすめがあったら教えてください。で、僕あの行ってるんで、多分入るのは昼以降ですけど、もし、あの、視聴者さんでも見かけてくださったら、ちょっとお声かけしていただけたら助かります。はい。っていう感じで、今回はこれで締めましょうか。もう、あとは現地行って、もう、現地の時のノリとなんとかでやっていきます。はい。っていうわけで、今回はこんな感じで終わると思います。はい。ベース!さあ、ありがとうございました。